皆さんこんにちは、サンシャインチャンネルのひとみです。今日はこちらに来ました。武蔵野森コーヒー、コーヒーとパンケーキがすごく美味しいと評判のお店です。で、今日はちょっと季節限定品じゃなくって可愛らしいワンプレートランチを頼んでみました。以前ここ来たことあるんですけど、以前来た時は桃がいっぱい乗った桃の季節限定品のパンケーキを食べたんですけれど、今日はこちら。そして今日はね、2人で来てるので、もう1人がパンケーキを頼むので、私はプレートランチにしました。で、このプレートランチね、ちょっと写真を撮りますね。この食器もね、すごくこだわって作ってるというか使ってあるみたいですね。おしゃれな食器です。こちらの食器もこちらの食器もすごくおしゃれな感じなんですよね。まずパンはカリッカリです。バターの風味がすごくいい。なんか体に良さそうなパン。全粒粉のパンにバターがしっかり塗られてます。カリッカリですごく美味しい。選べるスープ2種類から選べたんですけど、グリーンのスープにしてみました。中にお野菜の具がいっぱい入っています。なんか緑色っていうだけで体にすごく良さそうな感じがする。すごくクリーミーで濃厚な味。菜の花と5種類の野菜のグリーンチャウダーって書いてある。チャウダーですね。美味しい。菜の花が入ってるらしい。食感もすごくいいです。すごいでしょ、具が。で、これ朝食プレートとよく似てるので朝食プレートにしましょうかみたいなこと言われたんですけど、朝食にはこのお肉が入ってなくって、ランチメニューにはお肉が入っています。カリッカリに焼いてあるチキン、それとカリッカリに焼いてあるベーコンが野菜サラダの上に乗ってます。これドレッシングかな、ひょっとしたら。ソースをかけて中にいっぱいお野菜が入ってる。お野菜もすごく新鮮、パリパリです。このドレッシングがなんかね、すごく濃厚で美味しい。なんともよくあって、すごくヘルシーな感じのランチになりますね。でもかなりボリュームがあるのでお腹はいっぱいになりそう。とコーヒー屋さんのコーヒー、このコーヒーの香りもすごく良くて、味もちょっと苦味があるけど美味しいアイスコーヒー。ドリンクはね、なんかこのセットメニューについてる中からね、選ぶことができました。なのでコーヒー苦手な人は紅茶とかを選んでもいいかもです。まあ、これパンをつけたらどんな味がするんやろ。パンにつけて食べてみる。パンにつけても濃厚だからすごく美味しい。このまま食べても濃厚だから美味しいんですけど、いろいろちょっと食べ方も工夫次第で楽しめますね。この濃厚フレッシブ、パンにつけても美味しい。次はこれ、ヨーグルト。ちょっとイチゴのトッピングがしてありますね。トロトロで美味しい。ちょっと酸味抑えた感じ、甘さも抑えた感じ。でひょっとしたらデザートかな。デザートですよね。ここは場所的にはトスになるんですけど、トスのあのプレミアムアウトレットに行った帰りとかに寄るのにはね、すごく便利なところだと思います。駐車場も広いし車も止めやすいので、車での方も、あ、車じゃない人はどうやって来るんだろう。ちょっと調べて概要欄にそれは貼っておきますね。車だととても来やすい場所だと思います。